1号艇岩崎芳美選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦はギリギリまで調整していくと言われていましたけれども、はい、出てみていかがでしたか？そうですね、ギリギリまでやって、はい、水面が良くなったので、あ、はい、それでちょっと助けられた分もありますね。なるほど、風がほとんどなかったですもんね。そうですね、はい、もう気になっていたところというのはどういったところなんでしょうか？そうですね、前半レースですごいもう全然自分のレースができないまま終わったので、うん、乗り心地が悪くてですね、それを求めてずっと調整してました。なるほど、まあ、今節その部分良かったり悪かったりといった感じなんですか？そうですね、はい。船足に関してはいかがでしょうか？もうね、ちょっと物足りないなって自分では思うんですけれども、はい、もうここまで来たらあとはもう自分の乗り心地とスタートだけだと思っているので、うん、もう乗り心地を求めていこうと思ってます。はい、そして今節スタートに関しては、まあ、重症性はコンマ08というスタートだったんですが、はい、まあ、今節平均コンマ12のスタート、はい、もうスタートに関しては大丈夫？そうですね、はい、スタートはだいぶ自分の勘通りいけてると思ってます。はい、それでは最後に優勝戦向けて一言お願いします。はい、大村大好きです。逃げて優勝したいと思います。応援してください。